これ進めよう。マリンビオ病院の鳴き声やるぞ。進めるぞ。ちょっと今日も進めとかんと、もう魔人任務を進めるために体調整えたようなもんだからな。早く進めんとほんまにあのスプラに集中できんのよな。村長の家に戻って港合流する。あれ見たっけ、あれこれね。スメールのボス出さんとディシアを、ディシアじゃないわ、キャンディス育てられんの。ただいま。お疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら、この方は。残念だが、こいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが俺たちが探していた対象の一人だ。つまりあの放棄されたマリン病の病院はかつて教練員が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点だったということか。だいたいそういうことだな。この計画は俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ神の缶詰知識は最近初めて流行し始めたわけじゃない。それなのに俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した。なぜだ。確かになんでだろうな。こういう状況の時は大体あれがいるものです。内通者。我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。え、オイラたちの関係ってそんな上辺だけのものだったのかよ。どうやら君たちはまだ問題に気づかないらしい。セロン、彼らが俺たちの行動を予測できたのは君がいたからだ。おい、それってどういう意味だ。発言には気をつけろ。さもなければ容赦しない。合理的な推測に過ぎない。俺にはその理由がある。つまりセノさんが内通者であると。面白いですね。私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中あることを思い出したんだ。それはセノが俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ。君は自分が何者か忘れたのか、大マハマトだ。君は教練員のマハマトだ。でいつも多くの情報を握っていた。誰が何をしたか、どんな汚点があるのか、そういうことを知ってこそ君は相手に手出しができた。言い換えれば教練員はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだ。奴らのこれまでのやり方から見て君を警戒しないとでも思うか。凶悪な狼を飼う時はおのずと噛まれない方法も掌握するものだ。教練員は俺の行動を監視していたのか。それほど簡単な話じゃない。教練員はスメールの全てを監視している。だがとりわけ君に対しては
特殊な手段があるのだろう。一定の期間ごとに人々はジュニアーナガルバの日を迎える。この日、教令員は缶詰知識を通してアーカー社に情報を入力するんだ。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。その内容は大マハマトラセノの行動報告から処刑の癖まで、他にも様々なことが記録されていた。つまり教令員は俺の情報をアーカー社に入れていたのか。だがそんなことをして何の意味がある。俺の行動などアーカー社に入れておくほど重要なものじゃないはずだ。アーカー社は演算ができる。アーカー社の演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに君の行動を完全に予測できる。いつ出発し、どのルートでどこへ行くか一目瞭然だ。俺の行動が予測されていた。教令員はとっくの昔から君を警戒していたんだ。まあ、君が教令員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあながち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫くセノさんは、彼らにとってはかえって目の上のタンコブだったということですか。彼らには強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変にただ利益を追い求める、これこそがあれら学者の本当の顔なのです。セノさん、あまりお気になさらず、これは逆にあなたが信頼に値する仲間であることの証明になりました。俺のせいで奴らが事前に撤退準備ができた。そんなに自分を責めるなよ。こんなことが分かる奴なんていないって。いや、分かった。こうなれば奴らの向かった場所にも想像がつく。お、立ち直りが早いじゃないか。安全地帯は常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラも分かったぞ。あいつらがセノを避けたいんなら一番安全な場所はだな。奴らからすれば俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。あいつらを追うんだ。待って、俺も行く。イザーク、あなたも行くの？くれぐれも気をつけて。おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫、みんなに迷惑をかけないように頑張るから。皆さん、どうかイザークのことをよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうぜ。もちろん食料も持っていくぞ。でもなんか一人足りないような。ここで良い知らせを待っています。みんな無事に帰ってくるんだぞ。セノの後をついていく。やっぱ読み込み長いよな、やっぱ。セノさん、
グラフィックのあれ下げた方がいいかな。ちょっとこんだけ重いとちょっと辛いな。まあなんかこういう出入りのとこだけではあると思うんだけど、一回読み込んでしまえば普通なんだけどね。なんか設定あったよな。もう時間じゃねえ。デフォルトの状態で多分やってんだよね。あれないな。なかったっけ。あれなかったっけな。ないか。グラフィックス、明るさ、明るさは別にいいんだけど、ないの。ダイナミック電池、なかったっけ。ないんだな。なかったんだな。流通のために作られた船は港に止まる。ちょっと最近重いよね。あらゆる富が沈着する場所だ。仕事をする必要がありそうだ。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけど。なあ、ごめん。それで掘り返すのか。結構深いところに埋まってるみたいだぞ。この破片は強霊院が開発した装置で、本来は頭につけるものだ。グラマパラは一人ではない。彼らを移送していた一行はここを通った。そして壊れた装置が辺りに散らばっている。別れて捜索しよう。ここにはまだ何かあるはずだ。これか。なんだか不気味だな。これこそ神の缶詰知識の抽出に使う装置だ。装置が砂の中に。普通じゃないな。おそらく襲撃にあったんだろう。え、おじいちゃん、どうか無事で。心配するな、おじいちゃんはきっと無事だ。廃病院に残っていたナザックが脱水症状や栄養失調になっている様子はなかった。つまり奴らが撤退してからさほど時間が経っていない。まだ追いつけるはずだ。それからこの襲撃は砂嵐の前に起きたのだと思う。その証拠に装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。
も、砂漠で走るのって結構疲れるよな。パイモンは空を飛んでるでしょ。それなのに疲れるの？もちろん疲れるぞ。いや多分スマホとあれが違うんじゃないかな。スマホだったら絶対あるよね。どこ？視覚効果やグラフィック設定。この一番左の項目まず何？画面とかでしょ？多分。で、グラフィックスっていうのがあって、ここにないっていうことは、ないと思うよね。そうかもしれないでしょ？スマホの場合は端末別でスペックが全然違うから、そうなんよ。画面でしょ、うん、スペックが違うからそうなんだけど、 PS4 の場合はね、そもそもスペックが全く一緒だから、システム側で誰かが言い争ってる声が聞こえる。おお、耳がいいんだな。やってんでしょ。これ以上近づくな、気づかれる。リシアとエルマイト旅団か。面白い。何を話しているのか聞いておこう。もっと早くに教えてくれたら、私たちだって。お前は仲間だ。俺たちは決して欺きはしない。学者、私の方が詳しい。私に。分かってるさ、バディ。どうして？ティシアお姉ちゃん、ティシアお姉ちゃん。おいバカ、何やってるんだよ。ん？おじいちゃんを連れ戻してくれるって言ってたじゃないか。なのになんでこいつらとグルになってるんだよ。来るのが早かったな。面倒になってきたな。アル村を裏切ったのか。これはこれは、かの有名なマハマドラさんじゃないか。ベシア、こいつらと組みより俺の仲間になった方がいいぜ。お前も見とる、俺にはメソッドがある。それに俺の理想はこいつらのよりはるかに崇高でシャイニングなもんだ。私がそんな言葉で撃たれるような人間じゃないって知ってるだろ、ラフマ。どういうことなんだよ、ディシア。お前は一体どっちの味方なんだ。あんたバカか。まあいい、誰の味方だろうが、スカーレットキング様を呼び覚ます異形の妨げにはならんさ。遠い古の王者がこの地にお戻りになった時こそ、全てが再びスタートするんだからな。目を覚ませ。そんなことが起きないってのは私以上に知ってるはずだろ、ラフマン。これほど長く傭兵をやってきて、それでも統治者に肩入れしようってのか。俺は砂漠の民、スカーレットキング様の支持者だ。この領土を血に染めよう、のんきな暮らしをしよう。この信仰は俺のソウルの奥深くに刻まれてる。なあ、今からでも遅くない。あいつらを解放するんだ。あのグラマ、いや、驚愕者たちはスカーレットキングを復活させることはできないんだ。分かってないな、愛しきレディよ。信仰の追求は我々の生涯の望みだ。たとえ成功率が1万分の1しかないとしても、試さなくちゃならない。そのせいで強霊院に目をつけられてもいいのか。これを理由に、あんたが今まで一生懸命築き上げてきたエルマイト旅団を潰されてもいいのかよ。いい。俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。太陽も月も輝きを失い、大地は引き裂かれ。だが今、運命は強霊院に対抗するジョーカーを俺の手に授けてくれた。あいつら学者がいれば
形勢逆転さ。俺たちは防災駅の向こうに攻め入ることができる。甘すぎる。あんたらの勢力だけでスメール全土を掌握してる強霊院に立ち向かえるわけがないだろ。私の話が信じられないならそこの二人に聞いてみな。あいつらも強霊院と対立してるが、あんたのようにうぬぼれちゃいない。所詮ご主人様に付き従う犬ころだ。どうして俺がマハルッカ・デバータの民どもとトークしなきゃならない。卑劣な裏切り者。お前らの神はスカーレット・キング様を裏切り道義を売り渡した。砂漠の民が創新の民を信じることは二度とない。すごい敵意だな。会話が成り立たない。どうやらこの学者たちだけで強霊院と交渉できるとでも。こいつらでは交渉材料にはならないよ。だが俺が渋々人質になってやれないこともない。強霊院の捨て駒であるあいつらに対し、俺は強霊院の現書記官。君たちにとっても大きな手札となるだろう。おいおい、マジかよ。おい、人質交換をしたいというのか。そうだ。まだ賢明な判断ができるなら俺の話を受け入れられると思うが。何考えてるんだよ。もしあいつらがお前を殺しちゃったらどうするんだ。それも運というものだろう。それに俺もこの機会に彼が手にしている学者たちに接触し真相を突き止められるかもしれない。そんな曖昧な自信で俺を説得できると。これは説得じゃない。ただこのやり方で君たち反抗勢力に加わろうとしているだけだ。現書記官が何のために強霊院を裏切る。砂漠で生きる者は何も全員がスカーレット・キングを信仰しているわけじゃないだろう。ならば強霊院も同じだ。知識を追い求めるからといって、なぜ必ず強霊院に従わなければならない。さも知った風な口を聞くな。強霊院にいる者は全て、防災壁の向こうの人間は全てこうだ。俺は言ったはずだ。創新の民のスピーチを聞くつもりはない。待て、アルハイゼン、あんたは今の言葉に責任を持てるか。俺は価値のない保証などしない。じゃあこの選択が危険なことも知ってる。そうだな。そうだ。よし、ラフマン、私の話を聞いてくれ。実はこいつらは私の友達なんだ。創新の民は信用できなくとも私のことは信じられるはずだろ。昔からの知り合いだ。お前のことはもちろん認めよう。私はこの右腕を担保にしても構わない。根性を見せろ、ラフマン。強霊院と敵対する以上覚悟も決まってるはずだ。もう何も怖くないんじゃなかったのか。狩猟の獅子の腕だと。面白い。だがお前が約束を破ったらどうなる。弟子、俺たち傭兵は皆頭がいいぞ。頭の悪い奴らは長生きできんからな。確かにその通りだ。だが今は違う。私にはやらなきゃいけないことがある。私は友達のためにグラマパラを救うと約束したんだ。ならば俺の言う通りにしよう。右腕を残しお前の決心を見せるんだ。ダメだぞ。こんなの交渉じゃなくてただの意地悪じゃないか。構わない。命を救う方がよほど大事なことだ。
この腕一本でたくさんの命が救えるならどう考えても割に合う取引だろう。ラフマ、要求に応えたからにはあんたも私を失望させるなよ。いいだろう。おい、こいつの右腕をカットして持ってこい。そこまでする必要はない。それはあんたたちの決めることじゃない。やれ。こいつはまとめて倒したらいいだけだよね。現在のデバイスの負荷とのがあって、私は半分以下になってます。あ、スマホの方ではあるんだな。どうした？なぜ止める？狩猟の獅子も砂漠の旅だ。お前の腕をカットすることは俺自身の指を断ち切ることと同じ。同胞である我らが同士討ちをする必要はない。お前の決心はしかと見届けた。いいだろう。お前の友人を連れて明日の昼砂漠まで会いに来い。やっぱり最後にはやめてくれたか。よかったぜ。ディシアお姉ちゃん、お前おかしいんじゃないのか。どいつもこいつも何考えてんだよ。もし本当に腕を切り落とされてたらどうするつもりだったんだ。ん？それなら左手で武器を握ればいいだろう。悪い、こんな状況だし一踏ん張りしないとって思ってな。次はそのような保証をしなくてもいい。俺ならあいつらを全員片付けられる。最悪の状況になってもお前が負けることはないだろう。あんたの言葉は信じるよ。だがセノ、これは私一人だけのことじゃない。あいつらは個人じゃなくある種の精神の代表なのさ。たとえ一人の過激派を片付けようが他の同類が現れる。奴らを殺したって何の解決にもならないんだ。お前のしたいようにすればいい。あのね、裏切り者だなんて疑っちゃってごめんね、ディシアお姉ちゃん。しかも大声であんなことまで言っちゃって。いいんだ。あんたのおじいちゃんを助けるって約束したからには何としてでもやり遂げるさ。これほど過激な性格だとは。学術研究に向いているな。は？本気で言ってんのか。エルマイト旅団の奴らも俺を狂人だと言ったことがある。もしかすると狂人こそ学術において成功を収められるのかもしれない。なんだか私を褒めてるように見せかけてただ自慢してるだけのような。ま、突っ立ってないで村に戻ろうぜ。明日の昼はまたでかい騒ぎが私たちを待ってる。次はどこに行くんだ。翌日まで待つ。いい湯の名所を巡りたいならいい案がいい。いつかあるぞ。
このシューボスじゃないわ。あ、これこっか。場所分かってんだな。ちょっとまた、まあ、もうちょっとやるけど、キリがいいとこまで行ったら、あのボス倒しに行こうかな。あれ何時だっけ？明日の朝まで待つ。村の前で落ち合う。あ、ちょっと待って、あれが必要だ。これだな。あれがディシアの素材になっとるな。みたいだな。けどイザーク、本当に一緒に来るのか？遠くから見るだけだから。ディシアお姉ちゃん、俺おじいちゃんを迎えに行きたい。分かった、一緒に行こう。待ってください、ディシ。どうした？昨日無茶な行為をしたと聞きました。今日はそういうのは一切なしです。わかりましたか？じゃないと怒りますから。はあ、わかった。約束の場所に行く。遠いな。え、遠い、遠いっすね。このワープポイントにとりあえず向かうか。これはまた飛んでいくか。なんかスメールバージョン 3.0 の時に思ったけど、ああいうとこ行こうとしても結局魔人任務とか先にやってないと、結局その流れでしか行けないところとか普通にあるから、流れで行った方がいいんじゃないってよく思った。よく分かった。そうそう、なんかいくつか開けれるところはあったけど、結局ワープポイントとかもそうなんだけど、その中でじゃないと絶対行かれないみたいな。うわ、何ここ、怖っ。あ、これが近いのか、怖え。ここ、急にこんな、すごいな。早く行きたいな。行こう。とりあえずもう先を急ごう。遠い。やっぱワープポイント大事だな。鳥の卵が出てきた。
物々しい雰囲気がよう表現されとるわ。下にあんのかな。で、瞳だけ見てこようか。ん？あれ？見当たらんかったな。なんだこれは。デーツ。え、あの上か。下じゃねえんだ。いや、探索するところめっちゃあるな、これ。それ。上。あの、上昇気流に乗らんといけんのかな。ここだな。あ、でも上昇気流あるな。あれ？風の流れる方へ。上昇気流。あれ？あるっぽいねんな。上昇気流あるっぽいのにな。いや、あるよね。あ、いけるわ。え？歩けるんだけど。何？歩けるんだが。ここが端っこっぽいな。壁がある。何？いける。なんだここは。また改めてこれ。ここのところか。でここに今向かった。多分あれで上から入れるとかそういうことなのかな。いいや。とりあえず今関係ねえわ。でかいな。あれってファデュイ？ファデュイだな。ガンザン白天理チョーク。
くごと。あ、いや。何もやってないやつを急に襲う正義とは何かね。私は今古代のレベルの突破素材のエメラルドを手に入れられず積んでます。エメラルド、あ、あの草元素のあいつ、あ、あれを倒しに行く方法が分かんないってこと。あ、なんだっけ、ね、こいつのところの行き方が分かんないってこと。地下までまで、あ、そういうことか。なるほど。それなんか同じコメント2個ずつ入るのは何、バグ間違、単純に間違ってるだけ。3回、3、4回あるけど単純に間違ってるだけ。場所に行く。おった、あれバグってんの。俺たちよりも早く着くとはな。オイラが5分二度寝したせいかな。同じではない。え、同じではない。そう、スメルシティの貴重品のお店はまだ開いてません。街にもクリアしないと開かないらしい。あはは、同じだよ。今コレイのレベルのやつ2個連、なんか2個ずつある、2個ずつあるよ。アイクさん、こんばんは。準備はできたか。抜かりない。だが君たちの連れている人々は予想よりも少ないな。連れてこい。ちょっと待って、ってなってるよ。いや、バグか。でも毎回2回じゃないんよな。 が2個になってる。一つしか見えてない。あ、じゃあバグだわ。あれするわ。ディスコの、覚えとったディスコのスクショ取っといて、ディスコの方に貼るわ。こんな風になっとったよ。なんで一人だけなんだ。ラフマン、あんたは言ったことを必ず守るやつだと思ってたが、これはどういうことだ。一人と一人の交換だ。公平だ。というよ、送信の民のオーダーに応えてやる時点で、すでに最大限の譲歩。不満か。動くな。やるのか。おい、潮の指示、そこまでだ。おじいちゃん。さもなくな。何ビビってる、震えてっぞ。違う、これ地震だ。いや、え、全く何が起きたのかわからんんだけど。
なんてついてない日なんだ。ふん、面倒だ。今砂丘が崩れた。俺には結界が見えていた。俺たちを守っていたのはあのグラマバラだ。緑色の草元素力。お前たちが言うようにクラクサナリデビがあの学者の体内に残した力なのかもしれない。元宗神か。おじいちゃん、おじいちゃん、なんでまた気を失ってるの。周りを見てみろ。ここにはもともと神殿があったのか。流砂が崩れたおかげで地下構造があらわになったんだろう。扉の符号は全てスカーレットキング文明のものだ。この建物は歴史が古く、完全に風車に埋もれていたせいで今のような姿になったらしい。ここは遠い昔に沈んだ地下宮殿だったのかもしれない。ああ、スカーレットキング様の奇跡。おい、なんでこいつまでいるんだよ。それにこいつの手下も一緒に落ちてきたんだろう。しぶといやつだ。あいつは無事なようだが、こいつらはもうダメみたいだな。せいぜい頭に気をつけろ。俺にパックリやられないように。今は争ってる場合じゃない。崇高なる王が我らを聖殿へ導いてくれたのだ。まさか入ろうとなんかしてないよな。奇遇だな。俺も入ってみたいと思っていたところだ。おい、面白いとは思わないか。クラクサナリデビの力が災害から俺たちを守った上、スカーレットキング文明の建物がここに現れたんだ。二大神が力を見せつけ合うのも見届けないのはもったいない。お前、神には興味ないんじゃなかったのかよ。確かに興味はないが、俺にとって神とはより高い形態の別の生命体に過ぎない。動物と言ってもいいだろう。しかし新鮮な物事は探求するに値する。それが神と関係あろうがなかろうがどうだっていい。ラフマン、あんたの手下はどうする。ここで寝かせておこう。スカーレットキング様が民に加護を与えてくださるだろう。さて、俺は聖殿に入る。おっと、パックリやられないようにちょっと気になったセリフ。確かにね、そこだけなんか妙な言い回しだったな。このまま行っちゃっていいかな。遺跡に入る。これだ、登らねえけんとか。あ、そういうこと。登るとかそういうことじゃないんですか。ここどこ。あ、ここね。あったっけ、そんなとこね。あ、これはちょっと分けようか、さすがに。